早く気づけ、バカ。どうも、バビチンでございます。今回は久しぶりに BCG やっていこうかなと思います。まあ最近ね、ちょっとね、時間がなくてやってなかったんですけど、なんか、物を破壊した気分になったので、久しぶりにやっていこうかなというところで、トルブリンドとイプシルを制圧したので、次は、バルフロスかな？行ってみましょう。氷の大地って感じ。ステージ36、行って着く道、こっからかな？はぁ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 。え？これ何をすればいいんだこれは。とりあえずマシン出していきましょうか。うわ、懐かしい。ファイヤーブラスト行こうかな。踏んで。あー、なるほど。風に煽られるのか。風に煽られずに、あそこの位置、つこうね、みたいな。そういう感じか。え、これでファイヤーブラストの、重要でさ、流される。相当やばくないか。勤労おじさんとか言うる。こいつかなり重量ありそうだから。久しぶりにね、やるからね、操作方法とかね、いろいろ迷子になりそうなんだけど。どうやって前に進んだ、こいつ。いけるいけるいける。いや、無理だ無理だ。横に煽られる。うわぁ。あらららららら。ちょっとなんか試行錯誤していきましょう。はい、じゃあ完成しました。どうですか、この見た目。まあ、最初のステージなんでね、あんまり、その脚色せずに、まあ、シンプルイズベストみたいな感じで作ってみたんだけど、まあ、単純にこの動力ホイールを増やすことによって、この風にね、抵抗していけるんじゃないかなということで、で、さらにね、フォルムもね、補足することによって抵抗を受けづらくしてます。これでいきましょう。とりあえず、そうだね、斜めに向かって、風のところ行こう。お！いけるぞ！このまま真っ直ぐ。斜めだ。ちょっとね、あれやべ、風に煽られてね、この角度が悪いね、今。悪いが、ちょっと先行って、交代する読みで、先から入ってけ。うわー、わしか、あとちょっとあったのに。じゃあ、こういう遮蔽物使っていくか。よしよし、来たぞ。斜め移動が肝になりそう。斜め移動が肝になるんだな。こっから斜めで入れるポジションついて、このまま、斜めで、いける！あとちょっと！あとちょっと！よしよしよし。で、このまま風に煽られつつ、オッケー。なんとかなった。じゃ次のステージ。鳴りゆく鐘。鐘を同時に鳴らせ。あー、なるほどね。はい、じゃあ完成しました。まあ、この機体なんですけど、まあ、以前作った、この届けこの思いの改良版ということで、まあ、パワー系に進化したわけなんですけども。これで、このピストン使ってね、まあ、こんな感じで、物を飛ばせるという、画期的な機体になっております。まずはね、ちょっと位置調整しましょうか。スタンバリましょう。これがね、まあ、なかなか難しいんで。うん、こんな感じかな。この角度でいけるかな。なんか若干ね、右が、なんかちっちゃくて当てづらいんだけど、まあ、この角度で行きましょう。まあ、以前作ったのが届けこの思いだったんで、今回は、早く気づけバカ。いやー、当たってないな。真ん中と、右は当たったのか。左が当たってないな。いやー、マジか。まあ、これは当てるまで、ちょっと試行錯誤していきます。早く気づけバカ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 。いや、もう切れた。もう今回はもう、数打ち当たる作戦でいきます。もうこれでいいでしょ。行くぞ。早く気づけ、バカ！確か。これ、いや、揺れてるけどね。おぉ、いけた。もうパワー系すぎる。やっぱゼロ距離ないよな。あー疲れた。ということで、次のステージ行きましょう。おかしいな空間。これは？特に
目標も書いてないけど。不思議だね。これ、右にこれなんか回せそうなのがあるんだけど。あとは真ん中に何かあるね。なんだろうね。ああ、破壊するわけではなさそう。やっぱこれですかね。キーとなるのは。となると、じゃあちょっとマッスルボマーで行きますか。例のごとく。マッスルちゃんが活躍できんじゃないのこれ。マッスルちゃんこんなに操作不自由だったっけ。あ、お、あーはい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 。なんか出てくるね。あ、なんかいい、いい感じに引っかかったぞ。なんか UFO キャッチャーみたいな遊びになってるけど。これは、あ、いいねいいね、肘かけてる。絶対本来こんな回り方じゃない。なんかうまい位置入ったわ。あ、やばい、マッスルちゃんの左腕が。マジか。あとちょっとなんだけどな。なんか、ミミズみたいに動いてる。違うんだって。お、噛んだ。いや、マジか。体で押してけ。やばい。お、待ってぞ、待ってぞ。オッケー、なんか入った。ゾーン来た。オッケー。え？おい、ちょっと最後見れなかったけど。ちょっと角度的にキーボードがね、辛かったんだよね。ということで、なんか絶対こんなやるやつじゃないけど、次のステージ行きましょう。排水の騎士団。目標倒せ。あー、これ系ね。いやー、多分強いんだろうな、騎士団が。こんな感じするけど、まずはちょっとファイアーブラストで行ってみますか。例のごとくね。あ、でもそうでもないか。俺の体さえ持てば、いけそうだけどね。排水のってことはなんかあるんだ。あー、体が持たなくなってきた。ファイヤーの持続時間がきついね。であれば、もしかしたら、イランマシンの方がいいかもね。ドリルで、投げ倒していこうか。オッケーオッケー、いいよ。いいよいいよ、ドリル強いよ。敵がね、攻撃してきそうな気がするんだよね。うまいこと、あ、やばい、タイヤ1個持ってかれた。うまいこと距離を。距離を確保していけば。やばいやばいやばい。まずいぞ、これ。やべ。操縦が不自由になってきた。あとちょっと。頑張れ、あ、やばい。頑張れ、ドリル行けいけ爆散ドリル。このまま。いけ、ドリル。倒せ。このまま、いけ。なんとか。まだ一応機体的にはタイヤ1個ついてる。生きてる。いやー、やばい、ドリルがもう、操縦できなくなった。このままベイブレードで。あとちょっとなんだよ。頑張ってくれ。いや、いけ。倒すわけにはいかない。トリルね、無事なら、続くっぽいだね。落ち。いや。あとちょっと、あと1体ぐらいじゃない。こいつが強いな。オッケーなんかさっきから、綺麗な勝ち方してないな。汚いな。ということで、次のステージ。大ダイスの鉱脈。目標盗め。3個の金塊。はい。まあ、1個目まず、多分これだよね。これと、盗むだから、え、むずくね？湧いてくるのかな？これもしかしたら。まず、あそこに、うまい感じでグラバーを刺せばいいんだよな。オッケー。いや、むず。当たってはいるんだよ。当たってはいるんだけど。うまいこと刺さらない。オッケー。金塊が出てきた。ちょっと低すぎないか？つえ、つえ。岩壊した。いや、無理だな。なんか、救える感じの機体作ってみようか。よし、じゃあ、マッスルボマに、グラバーをつけてみました。これは触れたものを何でも掴めるので、これで、
トロッコごと運べないかな。この角度か。頑張れ。ちょっと。はい。お、ついたついた。これで、ここに、OK。1個目で V で離す。で、他に、他の金塊はどこにあるんだ？まさかさ、この中に埋まってるとかそういう感じ？ちょっと一回他の機体で壊してみるか。なんかそれ説結構ありそうじゃない？壊すと言ったらね、こいつが出てくるわけで。はい。あった。一個目の金塊はここだ。この岩だ。よし。行くぞ。まずはこれを壊して、で、あー、あるね。あ、ここに2個あるね。こっち壊さなくても、ここ壊せば、いや、多分この岩にもあるんだろうな。何個かあるっぽいけど、まずじゃあこの岩を、壊す機構をマッスルボーマーにつけましょうか。これドリルで壊せんのかな、岩って。あ、いけるぞ。無理か。下のグラバーで、できたか。オッケー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 。重っ。ちょっと待って、何かが引っかかってる。これで、V を押して、一回、離れてから、つける。オッケー。よし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 。一個目の金回収。よーし。で、V で離すと。これ、こっから出たら多分あれだよね。カウントされないもんな。で、次、手前のやつ行きましょうか。あ、やばい、なんか、あー、ミスった。壊れちゃったなー。ミニタイヤ壊れちゃったけど。やばい、タイヤ壊れたら操作しにくい。これでぐるって回転して。タイヤが邪魔すぎる。押し付けた。で、タイヤごと、ちょっと。この辺でいいか。大丈夫そう。OK。2個目回収。で、次、あと1個。こっち側の岩でも壊してみる。はい、どん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 。お、あった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 。なんか変なの変なのつけちゃった。これいらないこれ。いらないっす。この石いらないっす。うまいこと、金塊だけつけたいんだけどな。ついたか？あ、ついたついた。ついたっぽい。やばい、なんか変なの絡まってるって。なにこれ、グラバーが刺さってる。まずい。帰れるかこれ。やべ、これタイヤ持ってかれんのきっつ。頑張れ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いや、こういう、採掘現場にはな、事故がつきもんだからよ。よし、よし、頑張れ、頑張れ。いけいけいけ。グラバー、頑張れ。上がってけ。よっしゃ、持ってきた。よくやってきてくれた。オッケー。じゃあ次のステージ。範疇の防壁。突き崩せ。ついていいんですか？これは。防壁、おー、でも、いやでも分厚いな。しかも、兵隊もいるね。これ投げてくんのかな？一回ちょっとマッスルボーマーで行ってみるか。あー、なるほど。攻撃してくるやついんのね。でも多分さ、ドリルで破壊できんじゃないか？オッケー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 。破壊して、あべ、ちょっと右動きが取れない。あ、後ろの岩で。あ、やばい。やばい。やばい、はまった。なんだそれ。いや、はまったんじゃないこれ。腕持ってかれてんのか。やばい。マッスルボーマーの上半身持ってかれてた。なるほどね。じゃあ、殺戮兵器じゃないかこれは。よし、じゃあ、キラーマシンで行ってみますか。キラーマシンってのはね、ちょっとね、防御力はないから、もしかしたら、足とか折れるかもしんないんだけど、やばいやばいやばい。なんだこれ、おおいけたいけた。ちょっと壊れた橋で、機体もね、壊れちゃったけど、なんとか。
キラーマシンいつでも復活できるから。次のステージ。残された表像。これか。持ち去り系ね。なんか、何これ。未知なる古代兵器みたいなのある。いや、違う。浮いてるのが人が。凍って浮いちゃうのか。でも決まってるのは、この持ち去り系。持ち去り系は飛行型マッスルなんですよ。こいつがね、いい味出してるからね。これでいいか。大丈夫か、お前ら。あ、え、待って。え、何これ。はぁ、え、無理じゃないこれ。え、壊れ、多分、なんか、このエリア。エリア行ったら凍るんだろうね、きっと。寒すぎて。でもさ、それ。それ無理じゃない？いや、そうだよね。氷に耐性のある部品でいけってことかな。鉄なら凍らないっぽいな、これ。いやー、これやばいなー。ただ、鉄製の部品と、ま、このタイヤ？まあ、凍らないのは朗報なんだけど、この無重力状態の制御の仕方がわかんないなぁ。なんで、まあ、ちょっとね、これ多分めちゃくちゃ時間かかりそうなんで、まあ、今日は一旦ここまでにして、ちょっとまた次回ね、こっからリベンジ編ということでやっていこうかなと思います。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。